はい、どうもカリエです。シェイクスピアが、再生進化するということなんで、かなり急の発表だったんですけども、まあなんとか素材が残ってたのでいきましょう。風の大成績2つと虹の成績1つですね。まあ定番っちゃ定番の素材です。いきましょう。まあいつかは進化するだろうとは言われてたユニットですよね、シェイクスピアは。まあリセマラではかなり優秀なユニットですけども、それが再生って言ったらやっぱりシェイクスピアから始めた人からしたらかなり嬉しい情報ですよね、これね。ということで、おー、なんかちょっと小悪魔っぽい感じになったね。衣装もだいぶ変わりましたね。ちょっとだけ大人っぽくもなったかな。なんて書いてんだろう、被疑者被疑者でいいのかな、シェイクスピアですかね。おー、まあ、人間は変わらず特に種族も増えてないですね。で、俺まだねちょっとあんまりちゃんと見てなかったんですけど、ステータスを、味方の数属性ユニットのヒットポイントが 3.0 倍、さらに人間属ユニットの、または神属ユニットもか、攻撃力が 2.0 倍。なるほど。まあほぼほぼ風人間もしくは風神に、結構絞られたリードアスキルになっちゃう感じかな。前は風シフト3もしくは人間シフト3じゃあ人間シフト2か、風人間のシフト2だったんであれだったんですけども、ちょっと縛りが強くなりましたかね、印象的にはそうかな。でアンコール、敵全体の行動を4ターン遅らせる、ここはもう定番というかもうすごいいいスキルになりましたね。4ターンの間敵全体が受けるダメージが 1.25 倍。4ターンの間か、まあ遅延させる間はずっとこの 1.25 倍の、追加のエンハンセいけるっていうことか、かなりいいじゃないですか。でノーマルスキルがノーハサウェイ、ハートと風で1目の18倍じゃない 18% 回復、おーいいですね。で、ウィンターズテイル2パネルで、全体の特大ダメージ、あー特大になったのか、なるほど、いいですね。まあでも使いやすいユニットになりましたね。リーダーとしてはまだちょっと最初まだ始めたばかりの人からしたらちょっと縛りが強いから、リーダーに向けてない、リーダー向けじゃないかなって感じの印象ですけど、まあでもサブとかだったらだいぶ強いですよね。降臨戦とかでアクティブスキルもアンコール20ターンで溜まるみたいなんで、非常に便利なユニットじゃないかなっていう感じですね。周りにねこの戯曲シリーズのユニットたちがちょっとこう描かれててまたいいですね、これね。なるほど。はい、ということで、今回はこの被疑者シェイクスピアの再生進化の動画だったんで、まあちょっと短いですけどもこれで終わりたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。失礼します、カリエでした。あとそうだ、終わる前にちょっと1個だけ言おうと思ってたんですけど、まあ再生進化ですね、もう次が多分皆さんお待ちかねのレプリカとか、メビウスもうねイラストもちょっとちらっと見せ、発表されてたんで、まあそろそろ来るんじゃないかなっていう感じですね。次回予告的に言うとそうかな、そんな感じかな、再生進化のやつは。レプリカはねまだ確定要素じゃないけどどうなんでしょうね。まあでももう来るでしょね、それも期待しつつ、続報を待ちましょう。ということで、すいませんね、これだけなんですけどこれだけの話なんですけどね、すいませんでした。では終わりたいと思います。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。バイバーイ。